はい、どうもこんにちは、研究長のケンです。今日はね、こちらレタスクラブをね見てたらね、あの面白そうなねレシピがあったので、簡単で美味しそうだったので、今日はねそれを作ってみようと思います。でね、今日は何を作るかっていうと、あの冒頭にも映像流れたと思うんですけども、ピリ辛ごま豆乳つけうどんを作ろうと思います。まあこのね暑い時期で、あのやっぱりね皆さんそうめんとかいろいろ食べてると思うんですけども、やっぱりそうめんばっか食べてるのでちょっと飽きてくるんで、ちょっとね趣向を変えてごまと豆乳を加えたつけ汁、そしてね麺をねそうめんじゃなくて今回ねうどんで作ろうと思ってます。はい、では早速作っていきましょう。はい、材料はこちらになります。まずはメインのねうどん、今日はね冷凍のうどん使います。で、僕のおすすめはね、カトキチの冷凍うどんがね一番ねコシがあって美味しいと思いますね。で、それからトッピングのカニカマと、あとは刻み海苔ですね。次ね、漬けだれなんですけども、こちら、めんつゆになります。で、めんつゆと豆乳。で、これをね、豆乳でめんつゆ割るので、濃縮2倍タイプがね、一番いいんじゃないかなと思います。作りやすいと思いますね。1対1で作れるんでね。で、もしね、濃縮5倍タイプとかであるんです、でしたら、ある程度水で薄めて、ちょうどいい濃さにしてもらえばいいと思います。で、それから、こちらのすりごまとラー油になりますね。まあ、ラー油はね、お好みでね、入れたり入れなかったりしてもいいとは思います。じゃあ、早速ですけども、まあ、一番時間のかかるね、うどん。これはね、レンジで温めていきたいと思います。で、これね、温めたら、で、冷たいうどんですのでね、流水にさらして、あとは氷でね、さらにね、締めてあげるといいかなと思います。あとはこちらですね、麺つゆ。これね、濃縮2倍タイプになる、なので、1対1になるように、まあ、適度に、ね、入れてあげればいいと思います。レシピとしてはね、濃縮2倍タイプを 30ml に対して、まあ、豆乳をね、30ml、まあ、1対1って感じになります。で、その中に、すりごまを入れていきます。すりごまは 1.5、まあ、でもごまが好きなので、ね、今日はねちょっと多めの小さじに入れたいと思います。軽く混ぜて、続きましてこちらのラー油ですね。ラー油はね本当にお好みです。結構ね夏で暑いんでね、結構辛くしてもいいと思うんですけども、まあこれはね好みで適量入れてください。でね、これ軽く混ぜて、まあ、これで完成ですね、うん。ちょっと味見してみましょうか。うん。美味しい美味しい。あ、やっぱね、ごま、僕ごま好きなんでね、これはいい、いいですね。豆乳とごまの相性、すごくいい。うん、美味しい。はい。じゃあ、あとはね、まあ、やることといえば、トッピングですね。トッピングのカニカマちゃんですね。これを、ちょっとね、ほぐす。ほぐすだけですね。いや、こんなもんでおしまいですね。ほんと簡単。はい、じゃあ、あとはね、うどんがね、終わるの待ちたいと思います。うどんがね、茹で上がったので、盛り付けていこうと思います。よいしょ。はい、できましたね。よし、じゃあ、この上に、この、はい、カニカマちゃんを乗せてあげて、あとは、刻み海苔もかけてあげます。に漬けたりを添えてあげたら、はい、完成です。じゃあね、早速いただきたいと思います。はい、いただきます。美味しそう。まだこのごまだれ、ほらラー油がねあってね、浮いててね、結構ピリ辛。あとね、ごまね、そこの方に沈んだりするので、ちょっとね軽くかき混ぜて食べるといいと思います。じゃあね、早速いただきますね。よいしょ、いただきます。うん、うんふん。あ、やっぱね、この暑い時期の冷たいうどんっていいね。暑いからこそちょっとやっぱ辛いもの食べたいっていうのもあるので、このね辛いラー油入ってるのはやっぱりすごいいいアクセントになってますね。カニカマもね、やっぱね、いいね、いいアクセントになってます。アクセントっていうかね、トッピング、うん、強調しすぎないんですけどもね、これね、あるとないとやっぱ違いますね。これペロッと食べちゃう。見ていただいた通り、すごい簡単です。このめんつゆをね、豆乳で割るっていうだけで、やっぱりちょっとクリーミーさが出てきますし、そこにやっぱごまの風味と、あとはラー油のね、このピリ辛のアクセント、これがやっぱね、すごいいいと思います。はい、今日の動画はねこれぐらいにしたいと思います。
本当にね簡単に作れますし、今回はね火もあとは包丁も使ってないのでね、小さいお子さんと一緒に作るのもいいんじゃないかなというふうに思います。またね今回参考にしたレシピ、レタスクラブ8月号に載ってたんですけども、そちらのね、リンク概要欄に貼ってますし、あとは僕がね加入している楽天マガジンのリンクもね下に貼ってますので、ぜひねチェックしてみてください。あとはねこのレシピ作ったよみたいなコメントとか、あとはねもっとこうしたら上手にできますよみたいなアドバイスありましたら、ぜひねコメント欄の方に書いていただけるととっても嬉しいです。あとはねこの動画ためになった参考になったって方、ぜひグッドボタン、それからねチャンネル登録いただけるととっても嬉しいです。それではまた次回、バイバイ。